a 六の変、a 六の変は、a 六八年五月十九日、千五百六十五年六月十七日、三好義継、三好三人衆、三好長一、三好正康、岩成智道と松永久道らの軍勢によって、室町幕府第十三代将軍、足利義輝らが、と二条御所に襲撃され、殺害された事件である。近年では、他に、 A6 の政変と呼称されることもある。吉ル側は、三好、松永らの無本に備え、数年前から二条五所の司法の掘り、土類等を堅固にする工事を施していた。ルイス・フロイスの日本史によれば、事件前日の A68 年、1565年5月18日には、吉ルは南を酒系を離れるために一旦五所を脱出している。しかし、方向集ら、 吉輝テルの謹慎は、将軍の権威を失墜させると反対し、吉輝テルと共に討ち死にする覚悟を示して、説得を行ったため、吉輝テルも不本意ながら、御所に戻ったという。一方、三好、松永らは、御所の門扉の改修が済む前に包囲するべく、翌5月19日に清水寺山景を名目に約1万の軍勢を結集して御所に押し寄せ、 将軍に訴訟、要求ありと偽って、取り次ぎを求めた、術のように訴訟の取り次ぎ自体は、事実だったとする説もある。方向衆の新士春社、新士春、家が、訴状の取り次ぎに往復する間、三好、松永の鉄砲衆は、司法の門から侵入して、攻撃を開始した。なお、松永久秀がこの事件の主導者であるという見解が、広く、交換に留しているが、 久秀はこの事件が起こった当日は、大和国にいて、直接には関与していない。しかし、主導しなかったとはいえ、久秀が将軍暗殺を黙認したことは事実である。将軍方の応戦は激しく、一式諦き、上野明明吉以下重数名が、三好方数十人を討ち取った。その間に、殿中では、紳士春社が敵の侵入を許したことを詫びて、 午前で切腹し、吉輝は近親たち一人数とと最後の坂をかわし終え、主従三十名ほどで撃って出た。次部、富士通やその弟福網は鎌槍で数十人を撃ち取った。剣豪、塚原牧伝に標法を学んだ、吉輝自身もまた、薙刀を振るい、その後刀に持ち替えて奮戦したという。しかし、大勢に、無勢の中、 昼頃までに、吉輝や新氏藤延、荒川晴仙、荒川明修、彦部晴忠、彦部照信、杉原春生、小笠原知紀生、沼田光永、細川隆志武田照信、摂津伊と千代丸といった、主従全員がうちじに自害した。事件の当日に在京していた山品時継の日記、時継狂記の5月19日の上では、戦いが行われ、 高校衆が大勢打ち死にし、同日の馬の時の初め頃、昼頃には、将軍も、生涯されたと伝えている。また、吉輝聖母の刑事院、この絵名を通りの娘で十二代将軍、足利義晴の性質も自害した。吉輝性質、この絵種家の娘の方は、この絵刑を送り届けられたが、吉輝の長愛を受けいにしていた蕎麦目の生事中、 支は者の娘は殺害された。主家細川氏の官僚職争いのために、機内を転戦してきた阿波守護大出身の三好市当主で、細川春元を官僚につけた最大の功労者である、三好元町は移転、春元から危険死され、協力五年、1532年6月には、飯い森城の戦いで春元と手を組んだ、一向一気に攻め込まれ、 泉武み本寺において、自陣に追い込まれていた、協力、天文の乱、堺久房も消滅。元町のこの、三好長兄は、足利将軍家や春元と対立しながらも、着実に勢力を伸ばしていった。そして、天文十八年、千五百四十九年、春元の側近で同族の三好正長を討ち取った、長兄を恐れた春元は、十三代将軍、 足利義輝と大御所、足利義春を連れて、大江坂本へ逃れた江口の戦い。この時から細川政権は崩壊、新たに三好政権が成立した。天文二十二年、1553年には反撃を試みた義輝を大江休木へ追いやり、三好氏は機内の実力者として絶頂を極めた。ただし、戦国時代における京都の支配は、 将軍と対立し、幕府政治機構に頼らないまま維持することが困難であった。その上、吉輝が大見急牧へ同座した以降も、断続的に六角氏や畠山氏の攻撃を受け、京都支配は一向に安定する兆しを見せなかった。そしてついに永六元年、1558年には、吉輝と大見守護、六角吉方の攻撃を受けて和牧し、長慶は、 幕府賞万衆に劣するに至った。しかし、これにより三好氏は、京都の掌握は愚か、吉輝の進化として、幕府政治機構に組み込まれることになった。さらにこの頃から、長兄の実定、東郷一存と、三好十九、長兄の嫡男、三好義之など有力な一族が、相次いで死亡。さらに弟の畑冬康氏を失う。長兄の居城。 飯森山り郎に呼び出され自害。そして、A67 年、1564年には、長兄自身も没する。一方、吉照は、全国の戦国大名へ、合戦の調停を行ったり、幕府の役職を与えたりするなど、幕府権威の回復を図った。また、A67 年には敵対していた万所出自の伊勢、貞高を廃止に追い込み、 新たなマンドコロ出事に吉照の義重形成にあたる、摂津モ門を起用し、従来将軍の意向が及ばなかったマンドコロを掌握して、幕府決裁に対する影響力を強め幕府の将軍申請を進めようとした。しかし、このことが吉照に対する三好氏の危機感を抱かせる要因となった。これにより、三好家中の実験を、 長兄のおいで、後継者の三好義継に代わって牛耳っていた松永久秀並びに、三好三人衆は、実力による義輝の根本的排除、すなわち将軍殺害へと向かっていくこととなる。この事件、ひいては、足利義輝の幕権強化を考えるにあたって、問題となるのが、義輝と三好長兄、三好義興ら三好家投手との関係である。 天文年間末から工事年間を経て、永禄初年1558年にかけて、将軍家と三好家は激しく武力衝突を繰り返していた。この期間には、将軍家の元家臣の紳士正光が、三好長家を捨て身で切りつけるなど、事件も起きている天文20年1551年。これについては、細川領籍などの資料でも、 新島正光個人の本領安堵をめぐる三吉、長兄とのトラブルによるものだという説とともに、将軍の密命を受けた新島正光による三吉長兄の暗殺を狙った幕府側からのテロではないかという説が世間に流れたことが確認できる。しかし、永六初年の末、1558年に将軍家と三吉家は和解し、両家の間には直接的な主従関係も結ばれ、 以降は、三好家が将軍家を支える両者の協調体制が、急速に整えられていくことになる。この将軍家と三好家の協調体制は、途中、A64 から5年、1561年から1562年、京都周辺の大名六角家、畠山家の京都及び、河内藩盛山城下への侵攻や、幕府万所出自の伊勢定高の内地にに、細川晴元、三好義岡、 三好長慶らの病没死を挟みつつも、A68 年、1565年まで、両家間の平穏な期間が続いた。山田康博は、2000年、戦国期室町幕府と、将軍、第四小戦国期の万所を沙汰において、この時期の吉照の三好氏への急接近と、幕府体制内への取り込みについて、臓器記険書から A62 年、1559年と、 応募式き2月26日付の書状を引用し、当時三好、伊勢の間に不良の雑説が流れていたことを紹介し、吉照川からの三好氏、伊勢氏の分断工作や、伊勢貞高の孤立化を目指した工作が行われていた、可能性も考えられると指摘する。なお、21世紀に入ると、この平穏な期間にも、将軍家はたびたび、 三好家を狙ったテロを企てていたのではないかという説も登場している。小林の説によれば、秋の大名毛利家は、吉照の意向に沿わなくなった途端に、着難の毛利隆元が不審な死を遂げ、後に浅倉家に滞在する足利義明に対して、浅倉屋中では、都の道具で君の一族が毒殺されることを警戒したなどの記録から、宣教師とも良好な関係を持っていた。 英六期の幕府は異国の毒物を密かに入手し、これを三好家に用いたのではないかと推論される。この説では、特に三好長兄には、アヘンや新大陸の古家の歯から抽出された新種の薬物等が投与された可能性まで示唆される。これらの毒物によって長兄は若くして、廃人同然にされ、三好義岡は毒殺され、幼い主を抱えた三好家は、 毛利リ流らの死も含めて、幕府に対立する重要人物の相次ぐ不信死に、対して将軍家への反感疑惑を強め、ついには将軍を武力で打倒することを決意したのではないかと推測される。ただし、この不変わりな説は状況証好みによって組み立てられており、現在のところ通説となるには至っていない。なお、 近年の説として、三好、松永側には、明王の政変、1493年以来続く、足利義種家と足利義住家による、足利将軍家の分裂を解消させる積極的な意図があったとする説や、三好、松永側は、実際に訴訟、要求の取り次ぎを求めて、御所を訪れた、いわゆる御所巻物の取り次ぎの際の祖母から、 両軍の衝突に発展してしまったもので、最初から将軍殺害を計画していたわけではないとする説もある。吉輝の死の直後、松永久秀らは吉輝の弟で六音院忍術修行を殺害、吉輝のもう一人の弟で大和幸福寺一条院の門関閣径を遊兵した。だが、二ヶ月後の7月28日に閣径は吉輝の謹慎。 一式藤名が、細川藤田からの手により脱出した。翌年2月に各家は、足利義明、後に義明と、改名と名乗って元属。大宮島、現在の滋賀県森山市を経て、越前守護、朝倉義影を頼った。一方、三義三人衆は義輝兄弟の重邸で、かつての境久保の決闘にあたる足利義近、後に義秀と、 解明を淡路で擁立し、摂津と見た、現在の大阪府高月市に入った。吉輝の失勢により回復したかに思えた、室町幕府の権限であったが、永六の変の直後にはすでに奉公衆や武行衆が、主君の旧敵である、三好町一のところに挨拶に赴くなど、吉輝の失勢の脆弱さを露見する結果に、終わっている。さらに、永六の変について、 織田信長の重臣、大田牛一は、吉輝の側が、三好家に対して、謀反を加てたため殺害されたという旨を、信長後期に記印いる。三好三人衆は、吉秀擁立を格索する一方で、長慶の死後に、三好氏の家政を握った松永久秀と対立し、主君、三好義継を擁して、久秀の排除を格索した。その頃、久秀は実力を持って、 山和守護を自乗して、山和の平定に動いていた。同国はもともと幸福寺に守護の権限があり、幸福寺の首都であった筒井淳章が戦国大名化して山和を平定していたが、淳章が休止すると後継者である筒井淳慶が幼いことを幸いに、永禄2年1559年に久秀では長慶の命令を受けて山和に進行し、 津井氏の所領と幸福寺が持つ守護の地位を奪い取ったのである。三人衆はこれに不満を抱く純慶と幸福寺に、対して、久秀討伐を持ちかけて密かに手を結んだのである。織氏も、各慶が幸福寺を脱出して越前に逃れたことが発覚したため、三人衆が守護である久秀の責任を追求し、一方の久秀も、三好氏当主である吉継が三人衆と対立すると、 これは煽り、逆に三人衆討伐を計画するようになった。各して、12月21日に三人衆の軍が、大和に進攻を開始し、筒井純慶と共に久秀の居城のある多門山城、現在の奈良市方派町を包囲した。しかし、多門山城は強固で、松永軍の士気も高かったために2年にわたる、睨み合いを続け、あるいは、機内の各地で衝突を続け、 次第に、昇降状態に陥った。ところが、この戦い中に三人衆は吉次を拘禁していたが、A60 年、1567年2月、吉次は三人衆の元を脱出、久秀と和牧し、三人衆に対し共闘するようになる。この動きに三人衆は大規模な攻勢をかけるべく、4月に大和へ出兵した。松永軍は、 多門山城に再度入り、三人衆、筒井軍は、幸福寺大乗院の裏山である、大乗院山などに陣を構えた。やがて、山を降りて、東大寺大仏殿に本陣を移し、ここを拠点に、多門山城を攻撃した。双方とも相手を攻撃するために、周辺各所に火をつけたため、東大寺や幸福寺の一部特中や般若寺が次々に、炎上した。 七月二十三日には、東大寺の会談である、会談院が炎上し、松永軍はその焼け跡に陣地を構えた。これによって、奈良時代以来の大寺院である、東大寺の中に敵対する両者が陣地を築いて、睨み合うという異常時となったのである。そして、a 六十年十月十日、千五百六十七年十一月十日、ついに久秀は、大仏殿にいる三陣衆。 筒井連合軍に総攻撃をかけたのである。この時に、大仏殿は、三好方の人からの出火により火の手に包まれ、東大寺の全域が戦場を溶かした。やがて、三神衆軍、筒井連合軍は退却したものの、以後も大和国内をはじめとする機内各地で戦闘が続いた。しかし、A61 年、1568年9月に、 足利義明を擁立した織田信長が上落し、永六の変とその後の混乱は収束した。東大寺は二月堂、北家堂、正僧院、南大門、主郎、手貝門、念仏堂などが焼け残り、被害そのものは自称。樹影の乱原平合戦の時に行われた平重平の南東焼き打ちよりも少なかったが、類相によって炎上した前回とは違い。 東大寺そのものが戦場になり、なおかつ大仏殿に直接火がかけられたという事実は、内外に衝撃を与えた。さらにこの時の火災で打撃を受けた大仏そのものも、後日首が落下してしまい、修理費用もなくそのまま放置され、大仏と大仏殿の両方の再建が行われたのは、120年以上も後の1680から1700年代、状況、元禄年間のことであった。 この辺で、吉輝は殺され、室町幕府の統領である聖医大将軍が、不在になってしまった。先に六大将軍、足利義則が暗殺された、各喫の乱では、官僚の細川持ちこれらが表情を開いて、直ちに後継将軍が定められが、応人の乱以降官僚の力は、急激に弱まり、永六の変以前の永六六年、1563年に完了。 細川氏綱が死去すると、次期官僚は任命されなかった。また、当時は、将軍、官僚の不在は珍しくはなく、その状況下でも武行衆ら在京の幕臣によって、最低限の幕府機能は維持されていたが、今回の場合は事件への対応をめぐって、在京の幕臣の分裂も招え幕府機能は、事実上停止するに至った。さらに、京都を支配する三好、三氏。 松永領主と京都近郊の有力守護である朝倉氏が別々の後継将軍候補を要している状況にあった。この事態に朝廷は苦慮した。A69 年1566年4月、朝廷は吉田金右の推挙で吉明を1五位下左馬頭に任命した。馬まつかの官職は聖は源氏ゆかりのもので、直将軍候補とされた人物が歴任することも勝った。 これに焦った、吉秀も巻き返しを図り、翌年初めには、同じ十五位下左馬頭に任じられた。ここに、将軍候補が並び立ったのである。吉秀は、三好氏の、吉明は、朝倉氏の支援をそれぞれ受けており、将軍宣言のための上落は、近いと思われた。だが、三好氏は三次二州と久秀の内紛が続き、朝倉氏は一向一揆対策に追われて上落どころは、 なかった。また、三好氏の場合は在京の幕臣の中に、吉照殺害に対する反発や吉秀への非協力的な動き、特に行政実務を担当していた、武行州でこの動きが強く、一部は吉明の生存を知って越前に向かうがあり、三好氏に要された吉秀が上洛できる環境にはなかったとする指摘もあり、実際に三好氏は、 京都周辺にあった幕臣の所領の安堵と引き換えに、吉秀陣営の取り込みを図っている。そこで、朝廷は二人の将軍候補に対して、とりあえず一万匹、百貫の戦果の献金を、将軍就任の要件として求めた。これに対して、先に応じたのは、吉秀であった。吉秀は一万匹の献金を半分に負けてもらった。上に、永六十一年、 1568年2月に、摂津戸田において、将軍宣言を受けた。だが、京都の情勢は、不安定で義秀の入京は先送りとなった。ところが、義明は、尾張の織田信長に頼って、同年9月に上落、織田軍は三人衆の勢力を駆逐、久秀と義継は信長に降伏、富田の義秀は、阿波に逃れる者の間もなく病死した。 朝廷は10月になって、義彌を新将軍とした、義秀の死去については、諸説あり、前将軍の義秀は解任されたか死去によって、将軍職が空席になったのかは不明である。義彌は、先の義秀将軍宣言の関係者の処分を要求し、関白、この江崎久と、三に高倉久師匠は、石山本願寺を頼って逃亡し、県中納言、加重寺春右は、 父区、三義み瀬親氏は、吉秀と共に、阿波に下った。これに対して、吉明のために、越前国に下って、吉明の元服の果敢役を務めた二条晴義は、吉明の後押しによって、次の関白に認じられている。これまで、区言社会では、この絵や、いわゆるこの絵流石管家が、足利義春及びその子である義輝と婚姻を、結んで外籍の地位を獲得し、 これに対して、石関の地位をめぐって、競合関係にあった九条家や二条、いわゆる九条流石関家が、足利義綱、義秀伏を支援してさらに、石山本願寺とも深くつながっていた。このため、義春や義輝が京都を追われた際には、この絵も随住するのが恒例であった。ところが、永六の辺において、この絵先久では父、種家の病気の影響か、 種家の弟である義春の計らいで、奈良を脱出した義明を要して、大宮越前に下ることをせず、三好三人衆と和睦して、義秀を要する方向に、路線転換し、両者の接近を警戒する九条種道や二条晴吉義が反対に、義明を支援したため、九外社会の力のバランスに変動を起こした。なお、九条流石棺家と共に、義秀を支持してきたとみられる。 本願寺は立場を変えなかったため、義明に追放された咲久を受け入れるとともに、これまでに上位へに依頼してきた保守の、なお、父を、この家に切り替えいる。義明、信長と咲久、石山本願寺との対立は、後の石山合戦の一員となるが、平乱の過程において、信長との関係が悪化した義明は、本願寺と和解し、反信長同盟。 いわゆる信長包囲網を形成する模長に敗れ、室町幕府は滅亡することになる。時継ぐ狂気などによる。時継ぐ狂気では、一式又三郎は討ち死にしたとあるが、実際は、吉昭、吉昭の変記を受けて秋なりと名乗り、その下で、活動の記録が見られる。また、小笠原地規制はこの戦いで死亡したとされるが、a 十2年5月7日付の幕府武行人。 伝書法書には、畜生が、霊一味御敵を理由に、所領の没収を命じられたことが記されている。木下正則は、畜生が、永六の変で、死を免れ、変後に、三好三人衆によって擁立された、足利義秀に仕えたため、後に、足利義明が、将軍になると処分を受けたと推測されている。さらに、前半生が不明瞭な明智光秀をこの戦いで、 死亡した、紳士藤野辺に否定する説がある。小林正信は、永六の辺を生き延びた、紳士藤野辺は、明智へと改正し、光秀の家臣、紳士田達らは、実定で代わりに家督を相続したとしている。永六の辺で、死んだ藤野辺の妹の正治重は、明智光秀の妻である妻岸、妻岸広子になり、正治重の身ごもっていた子供も、明智光景になったとしている。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。